ベトナムマスターって話。飯も食ったし、久しぶりにハノイのマッサージにでも行きましょう。旅好きなのに自分結構移動が面倒な人なんですよね。まあどうでもいいですよね。重い腰を上げ、グラブでモタサイを呼びます。モタサイに関してはベトナムはタイより安全な気がします。まあスピードあんまり出さないんですよね。今回の目的地はいわゆるハノイの日本人街です。一般的にはリンランエリアと言われていますね。今見えるこういうカラオケ店でもいろいろがあったりないとか。ベトナムマスターって話。ここからはナレーション少なめでリアルを楽しんでみてください。100万人は女の子と一緒に入浴していません。130万は女の子と一緒に入浴しています。女の子向けのレセプションを含むサービス。現在女の子の写真は見られません。気に入らない場合は変更できます。トータル Now?はい、今回はベトナムハノイに来ました。日本から6時間くらい、空港からは約30分くらいで市街地に着きます。なるべくグラブを使いましょう。ハノイの夜のローカルスポット兼観光地といえばターヒエン通りです。強引な客引きが多いので注意しましょう。ちょっと見てみましょう。こんにちは。バスだよ。結構強引なんで、特に女性一人では気をつけましょう。ここがターヒエンのメインのコーナーです。ここはハノイ大聖堂、必ず観光では見ることでしょう。そしてホアンキエムコ、ここも観光ではほぼ 100% 寄ることでしょう。で、日中はかなり暑いので現地の人もほとんどいませんね。だいたい夕方5時6時ぐらいから人がどんどん集まってきます。ロンビエン橋ですね。確かエッフェル塔の設計者の人と同じだとか同じじゃないとか、まあちょっとよくわかんないんですけど、まあとりあえず写真スポットです。旧市街の夜市です。まあここもわざわざここで何か買うっていうものはないんですけど、まあ散歩がてら来てみるのはいいと思います。こちらはトレインストリートですね。実際に使われている線路沿いにいろんなカフェとかが並んでたりするんで、ここもまあインスタスポットとして有名ですね。ここはベトナムの英雄ホーチミンさんが眠っている場所ですね。とても神聖な場所です。ベトナムといえばフォーというぐらい有名ですが、実は北と南で全然味が違います。個人的には北のフォーの方が濃厚ですごく好きですね。南はちょっと甘すぎるなっていうのが個人的な感想です。こちらはブンダウマムトムという料理です。マムトムという臭いソースがあるんですけど、これがまた癖になるんですよね。なんか塩辛をさらに臭くしたような感じです。ぜひ試してみてください。本編始まるよって話。
Yeah, please. Kawaii. 知ってんのかな、マッサー、ベトナムマッサーって話。体が言うことを。内容に関しては大人の事情で、ここでは詳しくは言えないんですけど、まずサウナです。ここでは一人です。そしてちょめちょめ、詳しくはブログにて。すいません、大人の事情で詳細はブログにて。それではハバセフトイ。Haven't checked another video from playlist yet? You should go to my playlist right now. 今日は他も見ろって話。ご視聴ありがとうございます。ご質問、ご感想などございましたら、お気軽にコメントしてってくださいね。Thanks for watching. Feel free to leave a comment. Bye.